今シーズンのショーツでもしかしたらナンバーワンかもしれん。ショーツにしては珍しい形してんねん。一番履き心地いいのどれって言われたら俺はこれかなと思うねんな。はい、本日はですね、メンズショーツ全部着てみたというのをやっていきたいなと思います。ということで、こちらに、ありとあらゆるアウトドアブランドのショーツをずらっと並ばせていただきました。で、アウトドアショーツだけじゃなくて、ファミリーマートのショーツとか、まあ、そういったのも並べてるので、実際ね、この下で着用していって、まあ、どんな感じなのかっていうのを僕だけじゃなくて弟も履いて、見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、まず一番最初からいきましょう。今回、今僕が履いてるやつの色違い。ワイルドシングスの、なんていうショーツか忘れたけど、ベースショーツやったかななんかっていうショーツで、そうやね、色違いです。レオタードやったっけな。以前、ウォッシュマンズさんの新宿店行かれてる時になんか言うてましたよね。これを一回履いてみましょうか。ちょっと似合わなそうな気はするけども。はい、では履いてみましょう。はい、どうでしょうか。まあやっぱね、ベースカラーがブルーなので、この人、ブルーが似合う色なんで、イエローって対極なんでね、ちょっと合わないかもしれないですね。それやったら、ちょっとこれ今から一旦交換しましょう。こっちの全く同じブラック履いた方が多分似合うと思うので、履きましょう。はい。と履き替えてみました。どうでしょうか。まあこれ多分しっくりくるかなと思います。僕が逆にベースカラーイエローなんで、こうイエロー系はね、似合いやすいんですけど、まあ、弟イエローじゃないのでね、まあこっちの方がしっくりくるかなと。サイズはね、ワイルドシングス M サイズですね。両方とも M サイズで着用しております。身長は173です。173の63キロ。63キロ。僕178の69です。では次のショーツいきたいなと思います。次はですね、まず僕履きますね。はい。このアークテリクスのショーツを履いていきたいなと思います。アークテリクスのショーツはアプティプなんとかショーツってやつでした。はい。とまあこんな感じの色味で、どうしてもアークテリクスの色味ってこうくすんでる色味が多いので、ほんま似合う方と似合わへん方はっきり分かれて、似合わへん人どうなるっていうとおじいちゃんみたいになったり、あとちょっと入院した時の服っぽくなっちゃうっていうのが、特徴であるんですけど、まあ、僕はそんな苦手な色味ではないんですけど、おそらく弟は相当苦手な色味だと思いますけど、ちょっと一回履いてみましょうか。はい、どうですか。完全に入院してる時の服装になってますね。ちょっと苦手な色味ですけども、まあサイズ的にもちょっと大きいっていうのもあるけども、どう？そうですね、全体的に大きい感じがするよね。これでの、サイズなんぼ？ M。M。あ、M か。でもな、ストレッチ効いてるから結構伸びんのよ。あ、ほんまや、確かに。アルパイン的な感じの伸びがするね。これの黒とかやったら無難なく履けるかなと思うけども、まあもう一個ちっちゃくてもいいかもね。 S でちょっとワイルドシングスよりウエストもちょっとごつい感じがする。そうやね、俺去年買ってるから、太ってる時に買ってるからそれかもしれない。なるほど。では次に僕これ履いてるのは、次紙ショーツです。まあこれは僕が作ったやつなんで、自分に合うように作ってるからあれなんですけど、色味的には多分僕より弟の方が得意な色味だと思うので、まあこれは一回履いてもらいましょう。はい、まあいかがでしょうか。これ L サイズ？それ L。 あ、L なんや。丈感もね、さっき結構長かったイメージがあんねんけど、まあ膝上って感じですね。まあいい感じかなと。でこれノースフェイスの履いてないけど、ノースフェイスよりちょっと長いかなぐらいな感じやね。そんな感じですかね。まあ腰の位置からちょっとちゃうかもしれんけど、ノースフェイスこれ僕 L サイズで履いております。やっぱショーツって言っても結構見幅が全然違うのでね、見え方がちょっと変わってるかなと思います。やっぱ横大きくなればなるほどスポーティーな感じになってくる、カジュアルな感じになってくるし、横が細ければ細いほど、さっきのまあワイルドシングスとかもそうやったけど、まあ細いからどこにでもいけそうな感じはしますけどね。これ一回履いてもらいたいなと思います。次はバーサタイルショーツを履いてもらいました。どうですか。やっぱちょっと短くなったな。ちょっと短い。でこれ L やけど、どうサイズ的には。そうですね、そんなに大きいイメージはないかな。まあノーセンスは普通のユニクロとあんま変わらんサイズでいけんもんな。そうですね。で僕これ次、バーサタイル、これのミッドバージョン、もうちょい長いバージョンで何センチだったっけな、なんか3、4センチ長くなったんちゃうかな。今日パッと見たけど結構長いですよね。長い、なんかだいぶ変わったなっていう感じ。なんかワイルドシングスとかよりもしかして長いんかな。でまあ素材とかはもう全く一緒なんで、これは伸びないですけどね、全く伸びひんので、短いのが苦手っていう方はこっちもいいかもしれないですけど。はい、とまあいかがでしょうか。長いよね。その今言ってたみたいにさ、メッシュが中にあるのとないの、今ないのずっと履いてるけど、やっぱない方がいい、ある方がいい。海行くねとかやったらあった方がいいかもしれないけど、やっぱ普段履きするんやったらバーキーズとかもそうやねんけど、結構こう邪魔というか、まあ後で履くからね、その時また感想を教えてもらいたいなと思いますけど、まあ確実に似合ってないね。長いね。バーサタイルミッドのタイプの足ではないな。長いね。スタイルがもう確実に悪なってるから。で次がね、アブガルシアっていう釣りメーカーのブランドでやってます。これジャケットとかもあったりはするんですけど、一番今回紹介する中で横がでかい。こういうの物入るようになってるからっていうのもあるけど、このポケットのマチまで広げると相当広いねんか。だからまあ普段履き慣れてへん方違和感あるかもしれんけど、ちょっと履いてみてください。はい、はい、ということで、着替えてみました。どうでしょうか。まあ色がちょっと似合ってないけど、丈感はバギーズショートより長くミットより短い感じですね、イメージね。横のこのふわふわしてる感じどう？確かに広いかけど、バギーズでも結構広かったイメージあったから、まあちょっと重いなとは思うけど。で普通なショーツってな、ちょっとこれ見てほしいんやけど、まっすぐいかへんねん。特にショーツって絶対こうテーパードかかんねん。じゃないともうふわふわなんねんか。だけどこのアブガルシアって結構まっすぐいってんねんか。ショーツにしては珍しい形してんねん。だからより太く見えんねん。横とかだけで言うと多分確かに言ってるみたいにバーストダイヤとあんま変わらんねんけど、ここの絞りがないねんな最後。なるほどなるほど。だから大きく感じると思う。でそれはポケットを考えられてるんやとは思うけども、確かに物入れてとかいうのを考えてっていう設計なんや。で次が、ダイバっていう、またこれも釣りメーカーですけどね、ショーツです。これゴアテックス、唯一のゴアテックスなんですけど、これはもう色味からして、絶対似合いません。もうこれはイエローベースの人の色やから、似合わないと思いますけども、まあ、似合わへんくなるとどうなるかっていうのをな、分かってもらった方がいいやんか、うん、はいはい、だから、履いてもらいたいなと思います。はい、ということでどうでしょうか。浮いてるね、完全に浮いてるね。でもまだ一つ言えるのは、静止画やからマジ。静止画やからマジ。確かにさっきのね、ダクってたもんな。この辺とかね、この見てもらったらね。そうなんですよ。こうダクってる色、ダクってて要は濁ってる色ね。こんなんとかね。で僕が濁ってる色得意やから、どうしてもダクってるのばっかりなんやけど、まあこれパーンとこう明るいクリアな色やから静止画なんですけど。まあ静止画やからまだましやけども、まあ似合ってるかって言われたらそういうわけではないよね。いや子供っぽくなっちゃってる。似合わんよねとは言われへんけど、まだましやけど似合ってるとは言われない。まあ病院よりはましやね。で次がね、この柄系のやつでルートなんとかっていうアクセサリー系のやつのショーツなんですけど、もうこれに関しては僕はあんま履かへん。柄はね自分にぴったりだと思って買ったんやけど、形が微妙っていうのと、あと履いてもらったら分かんないけど、ライナーあんのよ中に。そうだから俺あんま好きじゃんのよ。こっから全部ライナーではない、ライナーじゃない、ああないのもあんね。一回履いてもらいたいなと思います。はい、はい、いかがでしょうか。ライナーあるやろ。そうですね。ライナーあるとちょっと暑苦しいねんな。見た感じは全然分からんねんけど、履いてる側からしたらちょっとこの辺モコモコしてくるから、ノーパンで履くんやったらいいかもしれんけどな。前バギーズの時かなんか言ってたよな、フリチンで履いてるみたいな話をしてたけど、それやったら全然いいと思うけど、パンサイでちょっと面倒くさいというか違和感あるというか、切ったもんライナー邪魔やったから。結構いてはるよね、っていう感じですね。はい、で次がこれがね、ナンガ、ダウンジャケットってイメージだけど、ナンガもショーツ出とってんやんか今年から。あ、そうなんや。そうで唯一俺と気になるのがこのバックル嫌いね、うん、多いよねけどね、今までもそうやったけど。そうやね、だから極力な、バックルないものを買ってんねんけど、まあそれやったら幅広がらんからバックルありも買ってんけど、形は綺麗やねんか。だからバックルなかったら最高やなって思いながらもまあ買いましたけど、ちょっと一回履いてもらいたいなと思います。はい、はい、ということでね、どうでした皆さん見てもらった通り、昆虫博士みたいになってますけどもねやっぱ似合わへん人が着るとちょっとね博士感出ちゃうけども、どう履いた感じとかは？いや別にそこまで悪い感じはしないのかな。なんやろこれ、ポリ？いやこれナイロンのな、リップストップナイロンっていう引っかかったの大丈夫なやつやね。ああなるほど。これの網目がそうやね、帽子の。はい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 。ちゃんとなんかそういうあれなのかな、キャンプとかそんなに適したように作られてるのかな。そうやったと思う、ちょっと覚えてないけども、っていう感じでね、なっておりました。で実は次俺が履いてるこれ、意外と今シーズンのショーツでもしかしたらナンバーワンかもしれん。っていうところで、まあ、何かはまあ言わないですけど、一回履いてみてください。はい、はいはい、ということでどうでしょうか。いい感じでしょ、履いてる感じ。これなんかメーカー名も書いてないんや。そうやね、シンプルな感じで一回こう足とかギュッて広げてみて。あ、伸びる、むっちゃ伸びるな。なんと今回紹介する中で最も値段が安い。あ、安いんや。2000円切っております。あ、そうなんや。1990円。しかもどこでも買えるところに売ってます。リロリロリロ。最初言ってたよ。ファミマ。そう、これファミリーマート。あ、そうなんや。ファミリーマートはね、まあレビュー動画も作ったんですけど、ブラックしかないね。あ、そうなんや。で、逆に言うと、まあ誰でも合わせれるというか、カラー転換はないけど安くできてますよっていうこと。そう。で、ML だけ。あ、でこれが M やから一番ちっちゃいサイズ。あ、これで M なんや。そのショートとかロングとかそんなんもなく。ない。これだけ。一番オーソドックスな。ショーツって何って言われたら多分これちゃうかな。ロゴもないし、形も一番普通、短くもなく長くもないやんか。確かに長すぎず短すぎず、まあ定番をいきたいんやったらそのファミマでいいんじゃないかなと。確かに伸びるしね、いいよね。結構楽やろ。いいよいいよ、むっちゃ伸びる。これでさ、ファミリーマートって下着とかも靴下もカラー多いやん、これでカラー出したらめっちゃ売れると思うで。ああそうやね、まあ、それを狙ってるかもしれんね今後。ああかもしれん、では次ね、僕履いてるのはちょっとまあじいさん臭くなってくるけど、今回初の、素材が麻でございます。はい、今までナイロンとか、ポリエステルとか、これちょっと実はコットン配合されてるんですけども、これ麻でございます。だから麻のいいところってめっちゃ通気性いいね、だから今回紹介するのが一番通気性はいいんですけども、唯一欠点としては麻ってシワができやすい。洗うとシワになっちゃうねんな、どうしてもこの辺とか。ちょっと今履いてもらいたいなと思います。はい、これがねバギーズナチュラルってやつです。あ、ナチュラル。はい、だからナチュラルっていう言葉の通りめっちゃ、いや履き心地よくない？うん、そうやね。河川でこう覆われてるって感じじゃないやん。は全くない。一番履き心地いいのはどれって言われたら俺はこれかなと思うねんな。履いてる感もないし、で特に車の運転しててさ、ここ汗びちゃびちゃになるやん、うん、その時とかもうこれ結構吸ってくれんのよ。あでもナイロンとかに吸わんから。確かに。だからもうびちゃびちゃなんねん。確かに田舎のおじいちゃんこうやっていてそうな感じするもんな。田舎ナチュラルスタイルね、これが。なるほど。そうでバギーズショーツがこれが M です。 M サイズ。はい、でちょっと縮んでると思う、おそらく。なるほど。一番最初はもうちょっと長かったような気がするけど、まあナイロンやったら縮まんけどっていう部分ですね。そう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 。で次がこれがLLB、はい、っていうブランドで、もうこれはっきりはもうバギーズショーツと一緒。あ、そうなんや。何が違うか俺はもう分からんっていうぐらい一緒。長さもほぼ一緒、シルエットも一緒で、ライナーもついてる。ここのロゴが違うだけで、ロゴ変えられたら俺多分分からん。まあ一回ちょっと履いてみたいなと思います。はい、どうでしょうか。まあ確かに一緒っちゃ一緒やね。ちょっと長いかもしれない丈が。なこれショーツやね、バギーズショーツやね。これがなんかちょっとロングぐらいやったら、ロングまでいくかな。まあちょっとこの後ロングあるけども、どうですか。今日ロングぐらいかなっていう感じがする、こう体感やけど。ちょっと一回腰のとこ合わせてみたら、あ、確かにバギーズロングと同じぐらいね。バギーズロングだこれ。で僕履いてるのがこれバギーズロングの S サイズですね。はい、まあこのまま履いてもらったらいいと思うんですけど、多分ほんまに違い分からんのちゃうかな、マジで。ちょっと一個見つけた俺。この縫い方、前と後ろと。本当ですね。これね、本縫いっていう縫い方でね、これ巻き縫いっていう縫い方なんですよ。この縫い方がね、これ巻いて縫ってんのと本縫いっていうの言い方がね違います。どうですか、ほぼ変わらんでしょ。ほぼ変わんないですね、見た感じも全然変わってないから、これはもうほぼ一緒ですね。あとこのロゴがもうパタゴニアがいいか LLB がいいかだけの違いぐらいで。せやんね、ほぼほぼ一緒やもんね。もうほぼ原価的にもほぼ変わらんやろうな。あのメッシュの原価的。値段的には変わんの？変わらない。ああ、バイカも変わらんね、ほぼ。あ、バイカも1000円ぐらいとか。おお、なるほど。ほぼほぼ変わらへんと思う。で次これバギーズショーツやってるんですけど、まあこれに関してはねまだいけるんちゃうかなと思う。生色ではないけど、じゃそんな無理な色じゃないと思う。どっちかって言ったら絶対無理やろなっていうのはこれ。これは絶対に無理やと思う。俺はいけるけど多分無理やと思うけど、まあ一回ちょっと入りましょう。はい、はい、ということでね、まあブルー多いから、まあ、全然いける感じかなと思います。で、まあ、僕もねこの色味は全然無理な色味じゃないのでいけるかなと思いますが、じゃあ僕これ履いてるところから弟がピュッと入ってどうなるかね、はい、見てみましょう。やっぱり寝巻きみたいになってますね。合うな。寝巻きみたいになってますけども、まあ、ちょっと似合いづらい色味やから、その似合わん色ばっかり着させんといてよと思うかもしれないんで、ちゃんと用意しました。これね、弟くんが似合う色味です。で僕は逆に似合ってない色味なんですけども、これ弟くんが履くとどうなるかというと、はい、しっくりきますね。いい感じ。そうですね、夏の色っぽい感じで、ね、一番最初にもらった誕生日プレゼントもこれじゃなかったっけ。そんな色やったな。動画内で多分あると思うんだけど、で僕はまあ僕で似合う色で、それぞれ一番似合いやすい色味って多分この辺りになってるから、まあ、この辺りで落ち着くのが一番いいんじゃないかなと思います。で最後が、バギーズコットン、はい、今年から出たバージョンなんだけど、これに関してはね履いてみやんとわからんねんけども、意外とちょっと真夏きつめっていうところで、前回履いたっけ一回。いや履いてない、履いてない。ちょっとね、まあ、履いてもらったら分かると思うんで、ライナーもなんもないんですけど、ちょっと一回履いてみてください。はい、はい、バギーズコットン M サイズですけども、どうですか。ちょっとウエストが落ちんねんけど、結構重いっすね。そうやねんな、ちょっとこの中で言うと一番ヘビーオンスやと思う。もう分厚い生地になってるから。確かに重いね。もしこれで水でも吸ったら相当重いね。だから水陸ではない。なるほど。色味的にもどちらかといったらイエベ寄りな色になってるからね。でこっちの方がブルベというか、でこのベースのカラーがね、それがどうしたんって感じないけど、似合ってない色をやるとどうなるかっていうと、ちょっと、機嫌悪そうに見えたり、ちょっと残念な感じに見えるけど、似合う色を着ていくとよりその魅力が増してくる。だから褒められてるからすごい似合ってるなとかって言われるのはいい色を着てる時やけど、まあ微妙な時とかやったら何も言われへんかったり、まあ、ちょっとなんかこう残念というか目に留まらない状態になっちゃうので、まあ、そういうのをちょっと話はしてみたんですけど、バギーズコットンもね、バギーズってついてるから系統全部一緒かなとか全然ちゃうやろ。違うね。まあ以上がね15種類ということで、いろんなショーツを履いていきました。まあそれぞれの皆さんのお好きな丈感とか横のワイド感とか重さとかっていろいろあったと思うので、俺どういうの興味あるなっていうのを下動画説明欄に貼ってますので、気になる方は見てみてくださいということになってました。男性の方色分かりづらい方多いんですけど、比べると分かります。こんなもん、オレンジって言って一緒やんって思われるかもしれんけど、さっきも出てきたやんって言われるけど、こう比べるとだいぶ違う。イメージが生色と濁色みたいな感じです、ね、そうこれ実は春の人の色なんですよ。パーソナルカラーが春の人で、僕が秋なんですよ。まあ細かく言うと若干ちゃうんですけど、まあ、そんな感じになってますので。例えばお近くとか大阪市内とかやったら診断されてる方とかいらっしゃるので、そういうとこ行って、診断受けてみるっていうのもね、一ついいかなと思います。たまに血管で分かるとか言う人いるけど、あれ絶対分からないので、あれではやめた方がいいかなと思いますけどもね。あれは迷信ですよね。迷信です。もう全然分からへんので、はい、という感じになってますので、似合うショーツを似合うカラーで買っていただけたらなということで、本日はですね、ショーツ全部履いてみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。